ミサイルキーウ到達まで2分弱ベラルーシから発射で迎撃できないロシア副司令官の派遣で陽動作戦もウクライナ北側のベラルーシがロシアとの合同軍事演習を始めましたベラルーシから発射されたミサイルはキーウまで2分弱で到達また陽動作戦でウクライナの戦力を引きつける役割を演じるなどの脅威があります侵攻への参戦はあるのでしょうか ロシアと同盟、ベラルーシの考えはウドウユミコをキャスター16日、新たな動きがありましたウクライナの北側に接するベラルーシでロシア軍との合同軍事演習が始まりましたウクライナの首都キーウは目と鼻の先ですベラルーシはルカシェンコ大統領の独裁国家でロシアと同盟を組んでいます合同軍事演習ということは ベラルーシも参戦してキーウに攻め入るつもりなのかどうなのか尾野高博日本テレビ解説委員ルカシェンコ大統領にとっては国民の支持も得られずメリットがないので参戦はしないのではないかとみられていますただ参戦しなくてもベラルーシは厄介で怖いことが3つあります衛星写真を分析ミサイル発射台が1つはミサイルの拠点になっていることです ベラルーシ南部のある飛行場はキーウまで約200キロ東京から静岡・浜松市ほどの距離ですこの飛行場の衛星写真をベラルーシの独立系の調査グループが調べました写っていたのはミサイル発射台ですウドウキャスターミサイルのようなものが立っているのがわかりますねオノインロシア製ミサイル S-300 など合わせて9機が配備されているといいます 現代軍事戦略に詳しい防衛省防衛研究所の高橋杉雄室長は S300 について本来は射程の長い地対空ミサイルですが攻撃用の弾道ミサイルにもなりますと言いますこうしたミサイルをベラルーシ領内からキーウに向けて発射しているようです高橋室長 S300 の迎撃は困難ウドキャスター場所を貸しているだけといっても ここから攻撃が来るわけですし、キーウとこれだけ近いので脅威ですね。小野委員、2つ目の怖さは、近いが故に2分弱で到達することです。ウクライナ空軍の報道官は、S-300 ミサイルはとても速い。ベラルーシから発射されると、2分弱でキーウに到達するために迎撃できないと嘆きます。高橋室長も、2分はあまりにも短い。 今のウクライナの力で迎撃は困難ですと指摘しています引き付け役で陽動作戦広瀬教授に聞く小野委員ベラルーシの怖さの三つ目は今後引き付け役になるということです新たにロシア軍の総司令官になったゲラシモフ参謀総長が部下である三人の副司令官のうち一人をベラルーシに置いたと言いますこの意味について ロシア政治に詳しい慶應義塾大学の広瀬陽子教授はベラルーシ軍が参戦するように見せかける思わせる陽動作戦ですウクライナの戦略をベラルーシの方向に引きつけておいて東部などの戦略を弱体化させようとしていますと説明しますド働キャスターミサイルが飛び交い街の中のアパートで大勢の人が亡くなっています犠牲者をこれ以上出さないために プーチン大統領に寄り添っているルカシェンコ大統領にも効果的な圧力をかけられないものでしょうか。質量ともに圧倒するロシア空軍が航空優位に立てない理由、ロシア軍、ロ軍の地上戦力は侵攻から約10か月で損失、投入数に対する消耗率は戦車約40%、装甲車約70%、 迫撃砲を含む下方約60%が多くウクライナ軍右軍の反抗を撃退するのが難しくなりつつある路軍は現状では一部を除き主勢に転じ守りを固めているしかし2月から3月に大々的に攻勢に出るとの情報もあるそれができるのか疑問ではあるが今後もし攻勢に出て敗北すればウラジーミル・プーチン政権には 極めて大きななダメージになるだろう多様な戦闘がある中航空戦はどうなっているのか航空戦力としては新型のロ空軍と旧型のウ空軍である上に数量もロ軍が圧倒していてロ空軍優位だった米国と並ぶ最新鋭の戦闘機などを保有するロ空軍は進行当初はあらゆる航空作戦で成果を上げていた。 その様子はテレビ映像にもよく現れた。ところが現状では、ロ地上軍が右軍の反撃を受けているのにもかかわらず、ロ空軍機は近接航空支援も行っていない。右軍の指揮所長射程誘導砲ハイマース、防空ミサイルに対して攻撃している動きはない。ロ領内から空対地ミサイルを発射しているだけだ。 ロ空軍機の攻撃目標と発射位置、行動位置最新鋭の空軍機を保有し、圧倒的に優勢であったはずのロ空軍が勝利できていないのだ、これは一体どうしてなのだろうか、その一つの理由として、最新鋭ロ空軍機がその数量と性能の差を生かしきれなかったことが挙げられる1、ウクライナ軍航空戦略の劣勢ぶり。 両軍の航空戦の前提となる戦闘機、攻撃機について、宇空軍とロ空軍の数量と性能を比較する。まず数量を比較する。戦闘機、攻撃機等の総数を比較すると、ウ軍約115機対ロ軍約875機であり、ロ空軍がウ軍の7.6倍である。ロ空軍はさらに爆撃機137機を保有している。 圧倒的な戦力の差があった。旧型のウ軍機と新型のロ軍機には能力に差があるのでウ軍機レベルの数量比較と新型のロ軍機の数量が見えるように比較するウ空軍が保有する旧式戦闘機等とこれに相当するロ空軍機を以下の表の通り比較するとロ空軍が約4倍である。 ロ空軍はウ空軍よりさらに発展型の MIG31、SU30、SU34、SU35 を約390機保有しているさらにこれらの発展型の機種は対地・空対空対レーダー戦闘能力が飛躍的に高まっているウ宇軍機・ロ路軍機数量比較旧型・発展型区分 次にその能力差を比較する質の差を比べるために宇空軍の主力戦闘機 MIG29 とロー空軍 SU27 その発展型と比較する主に異なるのは大きさ全長はロ軍機の SU27 の発展型が1.3倍搭載する空対空ミサイルの射程はロ軍機が2倍 対地攻撃用ミサイルの射程は、ロ軍機が17倍、対レーダーミサイルの射程、ロ軍は侵攻当初から有していたが、ウグンは9月に米国から供与、数量不明された、次回以降、解説、空軍戦力を組織的に構築する空軍機として、ロ軍は A50、空中警戒管制機を9機保有、ウグン MIG 機とログン SU 機の大きさ比較、 右軍 MIG 機とロ軍 SU 機の空中戦能力のイメージ。UMIG 機とロ軍 SU 機の対地攻撃能力比較。2、数量と性能差を生かせなかったロ空軍。空軍機は近代戦士から見て軍事作戦において重要な役割を果たしてきた。だがウクライナの戦争ではロ空軍機は圧倒的に優勢な。 航空戦力を保有しなぜならロガー対レーダーミサイル射撃や電子戦の効果を発揮できず防空兵器を破壊したり機能に障害を与えたりできなかったためだ右軍の防空兵器が多数残存しているのださらに米欧諸国が各種防空兵器を継続して供与していることも大きな要因である。 現在では、ロ軍パイロットの訓練不足などで、ロの戦闘機、攻撃機は、ウクライナ上空を自由に飛行し、攻撃できていない。つまり、ロ軍機は、侵攻当初の一時的、短期間だけ、航空優勢を獲得できたが、その後、一度もロ空軍は航空優勢を獲得できてはいないのだ。ロ軍戦闘機や攻撃機が、 右軍の防空兵器の大部分を早期に破壊できていれば、ロ空軍機はウクライナの上空を自由に飛行できて、地上作戦もうまくいっていただろう。ウクライナの全土を早期に占領できていた可能性がある。だが実際は宇空軍の検討と、米欧の情報戦、電子戦を含めたあらゆる支援がそうはさせなかった。3ロシア空軍機損失とその影響。 右軍参謀部が発表する航空機の損失データを月ごとにグラフにすると進行当初1か月間の損失は約100機と大きかったしかしその後から現在までは極めて少ない月間10から20機以下になっているヘリについても損失が大きかった当初の1か月は約120機でその後は10から25機で推移している。 ロ航空機、戦闘機、機戦闘攻撃機等のの週、月ごとの損失数ロ空軍機の損失が1から2か月後から少なくなったのは侵攻初期に大きな損失を被ったためである戦闘機攻撃機がウクライナ領内に侵入しての攻撃では防空ミサイルの攻撃を受け損害を多く出してしまったそれを恐れてウクライナ空域に侵入することに消極的になり 攻撃方法を変更したのだロの空軍機の侵攻開始から1ヶ月後には101機2ヶ月後には177機10ヶ月後12月23日までには283機の損失を出した1ヶ月間で10ヶ月間の 36%2 ヶ月間で63%だ。